は沖口優奈タロット占い動画後編ということで、はい、宇佐美沙羅さん吉澤遥さんの2人にゲストに来ていただきました、はいはい、今日は遥と沙羅ちゃんの中華街巡り。違います、こっちやってるあるよね、中華街の占いではない。私はもうあの東京の占いでやらせていただいているので、あの失礼いたしました、まあ、あの私はね前半の動画も見てもらいたいんですけれども、うん、約8年前にセラカオルコ先生というね先生に直々にタロットを習いに行きまして、まあ、そこから自分の読み取り方であのみんなに占いをしていますので、本日は2人を占っていきたいと思います。そう、結構さ、ゆうなちゃん生誕祭とかでね、うん、ファンの人を占ってるの。そうで、私は結構前にあの火曜ザナイトで占ってもらったことあるんですけど、まあ、全然いいの出なくて。いや、ほんとね、私の占いするときはるかね、あの死神のカードとか。そう、まあ、でも番組的には面白いからいいよ本気でしょげてたからな。え、本当に結構加入してすぐの時一番初めて占いした時がその死神のカードが出て、でも半泣きだったもんね、うん、放送中、うん、本当にショックだった。まあでもそっから運勢も変わってると思いますの で、今日は仕事運を占っていきたいと思います、はい、お願いします。大切ですから。大事です、うん、それではどちらからやりますか。じゃあ空からいく、はい、はい、じゃあまず今回は過去現在未来の3枚で占うので、過去のカード1枚選んでください。これで、これはい、じゃあ現在のカード選んでください。これじゃあ占いしたことあるないよね、ゆうなの占い。この間ぐらい。あ、確かに楽屋でやったぐらいか。本当に私さ、タロット占いのこれを持ってくることがないから、うん、現場に。そうそうそう、ないのよ、やることが。緊張しちゃうね。じゃ未来。ゆうなちゃん、でもゆうなちゃんちゃんとね、あの優しく優しく。そう、人情が売りなので。でちょっとなんか気にならなかったら自分で解釈変えちゃうから。全吉沢だけだからそれやる。まあ、でも救済のカードっていうのもあるので、悪いカードが出たとしてもそれをどうにかするっていう方に最終的にはなるので、安心して。人情 T シャツは、じゃあ今日人情ないかも。私人情 T シャツ着てないから今日厳しいらしい強めで。じゃあさえちゃんの過去仕事運、過去こちらです。どん、お、これ新婚のカードっていうカードなんですけど、新婚さんいらっしゃるじゃないですか新婚のカードというカードなんですけど、うん、あのこのカードはまあ過去仕事運としては、まあ、そんなに派手にこう上下はなかったんですけど、うん、あのまあ、周りの人というか、まあ、どちらかというと目上の人、うん、なんか例えばスタッフさんだったりとか、まあ、社長だったりとか、うん、いろんなねあの上の方がいると思うんですけど、の意見を聞いてそのアドバイスをもらって成長できてた過去が出てます、うんうんうん、こういうポーズしてる。これさえちゃん、さえちゃんのポーズ、過去のそれちゃんだからこれで、あー未来を夢にそしてってやってた過去が出ております。前半の時もっと真剣に占いやってたの。そうこんなんやってないのよ。今あのゆうな先生の私弟子なんですけどいたのよ、前回も山本さんっていう弟子がいたのよ。ライバルだほぼ無視してたけど山本さんピコピコ言ってたのっていうカード。派手な動きはないけどちゃんと吸収はできてたっていうカード、うん、で現在こちら、お、何これ女帝のカード。女帝、お、これねラブリーですね。運勢いいです、そらちゃん仕事今めっちゃいい。まあ、でもね、そらちゃんより確かにクラス、クラス超無敵的クラスにね出演してたりとか、もうだって3回ぐらいもうね以上出てるから、やっぱまあ仕事運としては現在すごいいい状態、いい波乗ってる、ね、いい波乗ってる。で今そらちゃんに必要なものは男らしさです。違う、どう見ても出鼻くじかないで、今もう息吸い込んで喋るとこまで行ってたんだから。大いなる愛で周りを包んであげるような愛情を周りに渡す、愛情を持て、そうだから、まあ、愛情を持てっていうか、その愛情の種類、だから包み込む、分かりやすく言ったらそう餃子の皮みたいな。あ、ちょっと黙っててもらってちょっとじゃあはけといてもらってあのお母さん的なさ優しさ、うん、なんか、うん、なんかショラちゃんがさなんか失敗とかショラちゃん大丈夫だよって言ってくれるじゃん、うん、ママ、うん、そういう優しさ、なんか何でもこのソラちゃんの愛で包み込んであげるってなると、それが自分にも返ってくる、うん、から、まあ、仕事で接する人とかいると思うんだけど、最年少のソラちゃんに母のような愛って言ってもちょっとあれだけどまあでもソラちゃんなりの愛で周りを包み込んであげると、うん、さやちゃんの仕事運もどんどん上がっていく、うん、からそれを結構あの今さやちゃんが持つと特に良くなる、
カードになってます、うん、未来、はい、気になるね未来、未来のカードこちらです。ドン、お皇帝のカード、これねいいのよ、お仕事運、めっちゃいい、で、このカードの、あの、まあ、実は前編で玉木も過去にこのカード出たんだけど、うん、この仕事運としてはめちゃくちゃいい、うん、で、その未来のそらちゃんの仕事もっと良くするためにというか、やり方は多少ワンマン的になって動かしていく、うん、ソロ活動じゃないです、そらちゃん。ワンマンね。ワンマンっていうのは、例えばじゃあそらちゃんに置き換えると、ウクレレでソロライブでやりたいと思うとするじゃんか、うん、そしたらもう自分からそれを伝えて、うん、周りの人を使っていくって言い方ちょっと悪いんだけど、うん、周りの人を動かすようにやっていくといいのよ。それが未来のそらちゃんにはすごい合ってるというか、うん、なんか周りにじゃあウクレレライブそらちゃんやってみないっていうよりかは、うん、ウクレレライブそらがやりたいから例えば会場を抑えてくださいって言って抑えてもらう、それももう人を動かしてるっていう風になるんだけど、まあ、今ウクレレで例えたけど何事もマジパンの中でこういうことがやりたいとか、そらちゃんがもう別にあのソロでこういう活動をやっていきたいっていう時はそらちゃんが自分で動いて周りの人をこう連れていく、うん、周りの人に力を借りるっていうのが未来のそらちゃんの仕事運的には、うん、そうやった方がいい。そうすると仕事運良くなるし、きっとお仕事も増えるんじゃないかなと思います。ただもうただでさえも未来は仕事運いいカードなので、未来は明るいです。そう、明るい、めっちゃいいね。すごい、めっちゃいいね。あの前回山本さん、うん、あの塔のカード、うん、まあ、この中で一番丸めとされてるカードと、あと未来では死にがいのカードっていうカードがちょっと出ちゃってまして、まあ、 あの救済の1枚もあったのでなんとかね、うん、あの、うん、あのなったんですけれども、あの今のところね、あの増田さんと宇佐美さんめっちゃいいです。もう私はねちょっとあの優柔不断が、うん、あの邪魔をして迷いとか不安が生まれる未来で落ち着いてしまった。ごめんね、なんかみんな私もしかしたらあの2025年とか迷い始めちゃったりとかいつでも相談してよ、あの前髪とか斜めに切っちゃってきっくりちゃうで、そういう時は早くが止まってる、うん、支えてもらって迷ったじゃん、うん、優柔不断で切っちゃうかもしれない斜めにそれはそれでいいかもしれないなんかいい、すごいで、玉木もいい、あ、じゃあ吉田さん行きましょうか。じゃあ任してください。いいね、めっちゃいいよ、空未来がいいってやっぱいいよ、ね、だってなんかもう明らかにさカードの色が鮮やかだ、明るいよねやっぱもう花のカードもすごく暗いカードだから黒とグレーで成り立ってる色してたから、じゃあ、はい、吉田さん過去から1枚選んでください。じゃあ過去はこれ、これ、じゃあ現在、これ、これ、未来、これ、じゃあ過去からいきますよ。過去こちらです。ドン。お、愚か者のカードっていうのがあるよ。私。そうです。あのこのカード、まあ、愚か者っていうワードだけ聞いたらなんかあんま良くないのかなって思うと思うんだけど、あの、まあ、そらちゃんにもね前占いした時に出たと思うんだけど、あのクッキーみたいな、ね、そう、このそう全部のカードの中で始まりのカードなのよ、このカードってスタートのカード、うん、だから何もわからないけど、うん、何もわからないからこそ突き進んでって、でただ周りの人に止められることはあったとしても、自分で何無知だからこそいろんなことにチャレンジできたっていう過去が出てます、うん、まあね、いろいろ挑戦してる、まあ、グループに入ったのもそうだし、衣装デザインをね、うん、始めたりしたのもゼロから春から始めてるので、まあ、そういうのが現れてるから結構ハッピーな色、うん、結構ハッピーなカード、まあ始まりというかスタートですね、はい、うん、何も知らない無知な状態でもいろんなことに果敢に挑戦できましたねっていうカード、まあ、未来が無知よりは良かったです、ね、未来が良かったね心配だよね、ここで心配になっちゃう。でもなんか新しいこと始める可能性もあるけど、現在、はい、現在のはるかさんの仕事を、これはこれ悪魔のカードなんですけれども、まああの仕事のとしてはよくない今、そうですね、なんか色全然違うそうですね、そうですね、もうあのすごい不吉な色されてるんですけれども、うんうん、あの悪魔のカードというカードで、まあ仕事のとしてはあんま良くないカードなんですけど、まあ、その良くない仕事が良くない理由としましては、まあ、自分の中で邪心、邪心、汚しまな気持ち、なんて言うんだろうな、なんか、なんか、
なんだろうな、春風で言うと、まあ、ちょっとあんま思いつかないんですけど、春風で言うと、うん、なんかちょっとあのいらない気持ちが邪魔しちゃってる、うん、100で仕事に迎えてない状態、まあこの学校とかももしかしたらあるのかもしれないね、うん、多分学校で忙しいとかね、うん、こうやっぱりさ、こう私とかだったら今学校もないからもうこうで間近に振り切れるじゃんか、うん、やっぱ学生のみんなってこうなるじゃん、やっぱり大変な時期、課題があったりとか、こう間近のワンマンが忙しいっていうのとかが結構出ちゃってて、学生を支えるのに、そうそうそう、ちょっとねこれもうダメになっちゃってるんだけど、うん、ここにね光が、うん、ある、月の光、うん、お、これは春の光、救いの光です、月の、わかります、わかります救いの光がまだ持ってる、あ、持ってる、その春の中の純粋な気持ちというか、まあ月を見ればいいんだ、まあ、月を見ればいいわけじゃないんですけれども結構私のお母さん月の写真撮ってる、あ、じゃあそれも見ていただいてそれもじゃあ待ち受けにしていただいて、うん、あの遥かの中でまあその頑張りたい、こういうことやってみたいとか、まあいろいろあると思う、マジパンでこういうことやりたい、個人でこういうことやりたい、デザイン、衣装こういうデザイン作ってみたいとか、いろんなねあると思うんだけど、それが多分ここに現れてて、その気持ちのおかげでなんとかこう成り立ってる、お、じゃあ次が大切ですね、そう、未来、この今の悪魔の状態から未来どうなるか、これ結構大事です、未来カードこちらです、ドン、お、はい、こちら女教皇のカードっていうカードなんですけど、このカード、まあ、ここでねちょっと邪心というかいろんなね悩みだったりとかモヤモヤした気持ち抱えちゃってます、うん、ただここにまだやりたいこととかいろんなね、うん、こういうことやりたい、ああいうことやりたい、ああいう夢がある、いろいろあると思うんだけど、その夢に向かってはるかちゃんと進めてます、未来で、未来その自分がやりたいこと、まあ、衣装デザインもそうだし、マジバンの活動、個人の、まあ、女優さんの仕事もやってみたい、いろんなのあると思うんだけど、自分の中でいろんな勉強をするっていう期間に入ってくる、次だからまあこう衣装だったりとかいろいろ勉強することも難しいからさあると思うんだけど、そういう勉強をする期間にターンに入ってきます、未来のはるかは。だからここで心は折れてない、全くはるかの心は素晴らしい、これを乗り越えて勉強して仕事うまくいこうっていう、しかも月のカードがね、そうそうそう、手に入れちゃって、手に入れちゃってすごい、角にかかってたのに手に持っちゃって、手に持っちゃって、でこのここに本のね絵が書いてるんだけど、うん、ここに自分の中で学んだ知識をどん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 溜め込んでいく時期、あ、なるほどなるほど、でそれが仕事につながってくる、お、だからまだそんな派手にこう上がるわけではないんだけど自分の中でしっかりとやりたいことに対しての勉強をするっていう機会に入ってくるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと 青なんで、私これ次の衣装これにしようかしらいいのこれ、こんな首こんな開いたロングスカート、うん、いい方向に進んでまあね、いろいろ勉強していくっていう期間に入ってくるんだと思うので、人生山あり谷あり、まあ本当そうだね、あの何も知らない状態から始まって、うん、ちょっといろんなことやってみて悩んだりモヤモヤしたり大変な時期ありますけど、未来としてはちゃんと自分で勉強する、いろんなことを考えるっていうのにつながっていきますから、うん、気になった見てみたいや本当にね、あのまあ堅実って感じかな、おもうイケイケゴーゴーだとしたら堅実にこう進んでると、死神じゃなくて前回死神だったからねいろんなカードがねあるから、まあ二人もなんか仕事うまくいかないなとか、ちょっとなんか悩んでるなっていう時、ぜひまたこの館に来ていただけたら、ね、行きたいです、ね、まあ、いつでも占わさせてもらいますので、代金は取るんですか、メンバー割で無料でやらせていただきたいと思います。やっぱね、福利厚生って大事ですから、はい、ということで、この後は、はるかちゃんとそらちゃんにタロットの意味合いを教える勉強会を開きたいと思いますやらないの特にタロット占いしないあ、でもゆうなちゃんの特技が潰すわけないから、そうだね、どうすんのよ、教えません絶対に、まあ、絶対に教えません、今はさ、ゆうなちゃんと、うん、あのタロットといえばさ、うん、ゆうなちゃん、うん、そうだね、ありがたいことにマジパン内では、うん、なんだけども、じゃ例えばもし今後さ、うん、アイドルの番組とかでさ、うん、あ、占い師、うん、お呼びましょうよってなって、うん、あ、でもマジパンさん全員できるらしいですよあ、やばいやばいやばい、あ、でも秋口さん前も出演していただいたことあるんで、もう上杉さんで行きましょうってなっちゃうけど、いけないでしょ、返してみんな、顔が見ちゃダメ見ちゃダメ覚えようと思ってたの、覚えようと思ってた
はい、ということで、まあ、運勢って変わるもんですから、うん、また定期的にメンバーのことは占わさせていただきたいと思います。はい、皆さんもあのタロット、はい、まあ、占いとかね、いろいろ ありますけれども、今回の占いはお二人ともアドバイス程度にとどめていただけたらなと思います。はい、はい、ということで本日はおきぐちのタロット企画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録、コメント、友達への共有してね。また来週。また来週。それでは先にどちらが占いますか。おお、どうしよう。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ一番目。あ、私一番目。花雄大ちゃんの将来は、うん、うどんとか和食系のご飯屋さん開いてる。私あ、私でも本当これ占い師さんに、うん、うどん屋さんになるって言われた。ほら、やっぱそうだよね。すごい、屋さんになる。いや、話してるから思って。いや、私聞いたの。え、占い師さんに言われたの。そう。花ちゃんそれ聞いたことないの。将来うどん屋さんになるんだ。これは何ですか、このカードは。魔術師のカードですね。うん、このカードの意味合いとしては、まあ、自分のこの目標とかに近づくためにいろんな手札を集めていった方がいいよっていうカード。だから趣味特技とか、タケコプター、タケコプターとか、タケコプター4次元、あ、タケコプターではない、これ無限の無限マークですね、これ、うん、インフィニティです。インフィニティ、インフィニティ。